さて、それじゃあ出すわよ。インマテリアル&ミッシングパワー、集まる夢、思い。ファーストデイ7時、転送場。あれ何よ、ゆかり、もうすぐ宴会だっていうのに、私を引っ張り出してきたりして。これ誰お姉様？さあ知らないわ。え、誰？どこから出てきたの？なんかフラフラしてるんだけど。あの動き、何かしらね。集まる夢、幻、そして百鬼夜行、伊吹スイカ。あらら、最初から、いやずっと昔からいたじゃない、悪魔のメイドさん。あれほど立ち込めていた容器が消えた、あなたが本命ね。ゆかりは何をしたのかしら？あいつがあれを引っ張り出してきたんだよね。あいつとかあれとか失礼な奴がいるね。というかさ、そこのメイド。何よ、本命の使い方がおかしいんじゃない？それに容器じゃなくて。悪いこと企んでる奴は嘘をつくのよね。信用しないって顔してるわ。あの霧は、私よ。宴会が行われるたびに強まっていった容器が。全部こいつの仕業、ねえ、にわかに信じがたい話だけど。へえ、反応うっす。へえ、で、体を無酸して幻想郷を全て包んで、それでみんなを集めたのよ。こいつが、幻想郷を全て包んで、そんなことありえるかしら。そうですか。反応うっす。何か考えてるのかな。宴会は楽しかったわ。でもこんな奴宴会で見なかったけど、まるで百鬼夜行のようだった。そんなに集まってたんだ。だからね、私の力でもっともっと人も妖怪も幽霊も集めて、大きな宴会を開いてやろうと。人間も入ってるのに百鬼夜行なのか。あうん、へえ、それはすごいですね。聞いてる。聞いてますわ。霧があなたなんでしょう。最初の部分しか聞いてないじゃん。あとは百鬼夜行がどうたらこうたら。なんだよこいつ。そういえば、そろそろ宴会開始の時間ね。みんなも集まってくるわ。そうか、もう7時だもんね。今夜も百鬼夜行、見えなくなるほど細かくなった鬼たちが幻想郷を包み込むわ。人間がいても百鬼夜行なの。ここに集まる人間は妖怪と比べても遜色ないでしょ。さてそろそろ、本命を倒そうかしら。だいたいあなたね、鬼って。何よ、文句でもあるの？嘘をつくにも無理がありすぎるのよ。そんな子供じみた嘘じゃねえ。ふふ、でも、あなたには私の姿すら、捉えられなかったんじゃなくて。確かにそれもそうだね。嘘かどうかは、私の集める力を見て、賑やかに殺されてから言うことね。賑やかに殺されるってどういうことだろうね。さあ、それより始まるみたいよ。それじゃあ多分最後の戦いスタート。うわ、なんかいきなり滑ってきた。先生は相手だったけどナイフですぐに返したわね。危なそうなもの振り回すな。それ危ないもの投げてる奴がいるか。アンビシャスジャック。無数のナイフが鬼を襲う。壁際に追い込んだのは昨夜。何あれ、酒飲みながら戦ってるの。おかしな奴ね。む、攻撃が当たらない。反撃のスライディング。舐めてるのかしら。舐めてるんじゃなくて酔ってるんじゃない。フラフラだしね。ここで削り切る。そこよ。あれれ、いたたた。削り切れたみたいだね。くのいち、投石の穴の岩と。まずい気がするわ。ここで昨夜高くジャンプした。よいしょ。がっつり直撃したわね。まずい。さらに起き上がろうとしたところに相手の攻撃。もう一発いくぞ。当たるか。今度は昨夜避けたわね。さらにそこから一気に詰める昨夜。投げさせない。はっは、残念ね。攻撃受けながらも普通に投げのモーションに入ったわね。そしてまた避けた後に炎の弾。次の攻撃に入るのが早い。ぐる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 、まだ酔いが足りない。今度は普通に当たったわね。地味に昨夜の体力が削れてきてるね。あいつ、早く止めないと。ってあれ。はははは。ね、目玉はね。そのまま叩きつけられて大きなダメージが昨夜に。まさか捕まってそのまま投げられるとは思わなかったわ。ここで昨夜スペルカード宣言。体力が半分くらいまで回復したわね。まだまだ行くぞ。トキックスライデートスクエア。これで相手を倒す。時は動き始めた。あれ？なんかした。しゃがんだ。お姉様、昨夜のナイフ一本も当たってなかったよ。時間を止めてたのにね。私はまだまだ投げられるわよ。こんなのは来た瞬間動けば余裕ですわ。直撃してる？余裕ですわ。とか言ってたのに直撃。余裕じゃないわ、あの嘘つき。わ。今度こそは当てる。上にいるからここら辺でいいでしょ。動け。私のせいじゃないでしょう。ナイフ当てたみたいだけど、ダメージあんまり与えられてないわ。それで削る。ははは、やっぱり倉庫なくっちゃねえ。あいつ、まだ余裕みたいね。くのみ、金色の王に。あれ、消えちゃったよ。何か来るわね。確かに何か、ドン。うわ、ってか。どうやらこの技は大きくなったスイカが落ちてくるみたいね。ふふ、こんなの避けるのわけないわ。って言ってるけど。ここ、ドン。昨夜、思いっきり当たってるじゃない？あれれ、おかしいですね。今日は少し調子が悪いでしょうか。避けるって言ったやつさっきから当たってるよね。にしても、当たったら結構大きいダメージね。昨夜、これ以上当たるのはまずいわよ。今度こそ避けますわ。小さくなっちゃうと攻撃当たらないみたいだね。避けた時にしっかり攻撃もしないと、タイミングを逃しますね。上からドン。まあでも当たった時はかなりのダメージがスイカに入ってるわ。姿が大きくなった分、入るダメージも大きくなったのかな。風の音をよく聞いて。鬼だよ。もう大丈夫みたいね。落ちてくるタイミングは完璧につかめましたわ。ってことは次当たる。当たりません。なんだ、フラグかと思ったのに。さあさっさと元の状態に戻れ。あれれ、これもやられちゃったか。それじゃあ次行っちゃうよ。くのさん、次の大事ブラックホール。普通な単語ね。昨夜が吸い込まれていくわ。おお、なんかすごいね。これが掃除機ってやつ。多分違うわ。要は吸い込まれなければいいだけの話。昨夜の激しい攻撃。あたたたた、ちゃんと吸い込まれてくれよ。あいにく、ゴミを掃除するのは私の仕事ですわ。昨夜お構いなしに攻めるわね。
空中ナイフからの追撃。ふふ、これは楽そうね。ははは、そう言わずに楽しもう。まだ私の攻撃は終わってないわ。よいしょっと。これは、どうやらまともに巻き込まれるとあそこでバラバラにされるみたい。バラバラになっちゃうの。体力を低く持っていかれることは間違いないわ。あなたが吸い込まれてなさいよ。いざとなったら私は小さくなって逃げるし。その必要は今なくなったわ。削り切ったね。くるっと回って起き上がる。おにぎり、強行密度臨火術。よいしょっと。下から炎が。いや、上か。なんか火の玉がたくさん降ってきてるよ。ロイヤルフレア。これはまずい。すかさず昨夜スペルカード宣言。これは結構ピンチね。時よ、止められなかった。いやー、災難だね。ふらせずに本人のセリフじゃないわね。今度こそ、私の世界。これで、なんとかなるはず。気づいた時には全て遅い。動き出せ。ガードされちゃったね。逆に昨夜の方が霊力やられてるわよ。上から。ここで昨夜残機を一つ失った。昨夜、残り残機1。あれ、もう終わっちゃったか。まだ終わらないわ。でも昨夜全然ダメージ与えられてないよ。どうにかしないとここで終わるわよ。この日をへっかりブレイズすることができたら。おっと、強力な一撃が相手に入った。ただまた炎の弾に当たる。わはははは。ものすごいテンションね、あいつ。酔っ払いってこんなもんじゃない、お姉様も。あんな風になるはずないでしょ。今がチャンス、ここで倒す。ここで一気にダメージを入れるのは昨夜。炎を出させないくらいの連撃を。アンビシャスジャック。あ、ようやく倒した。なかなかやるね。ぐるっと回ってさらに回って起きる。そして残り20。させない。見えなくなっちゃった。見えなくなっただけで、そこにはいるみたいね。ナイフが当たります。あの白くなってる場所があいつの今いる場所かな。そんなすぐ分かられたら面白いがないじゃないか。誰でもわかるわよ。ただ霧の時は打撃は当たりませんかね。今微妙な判定だったよね。攻撃は、普通に弾幕を飛ばしてくるみたいね。昨夜、しっかりブレイズしないとまたやられるわよ。昨夜の体力残り半分くらい。下のゲージは溜まってるから、ステルカードは使い放題ね。くっ、弾幕だ。もっともって騒ごう。本当に厄介な相手ですわ。昨夜後ろに下がったけどあの位置。後ろからの弾幕、かなりぶっ飛ばされたわね。見えない位置から来るというのは、どの弾幕でも厄介なものだわ。今綺麗に入ったね。そこにいるのは分かってるのよ。今の攻撃で結構削ったわね。さらにナイフ、しかし6に6ってどれくらい見えないんだろうね。ゴリラより1に声だけよ。そこ、サクッと痛い。これだけ攻撃されたら良いと重ねそうなものだけどね。それは無理よ姉様、だって戦闘中に飲んでるもの。確かにそれもそうね。酔いから冷ましたけもっと酒持ってこい。なんで酔い冷ましたいのにさらに酒が必要なのよ。そして降りてきたところがあなたの終わり。ふふ、いいね。すごくいい気分。もっともっと楽しくなる。100万機やこう。昨夜、多分これが最後のステルカードよ。私もそんな感じがします。100機夜行の1万倍。なんか宙に浮いてるわね。そこからどんどん弾幕が出てくるみたいです。まあこれならブレイズしながら、ナイフを投げ続けていれば問題ないでしょう。まだ何かありそうだけどね。まあさすがに最後がこれだけじゃ終わらないでしょ。攻撃が当たらない。そうだよ、もっともっと増えて、集まって。弾幕の量が増えた。あれ、下のゲージなくなってるよ。あ、本当ね。これじゃ霊力がわからないわ。あとステルカードのゲージもね。霊力が見えないというのはかなり厳しいですわ。いつ霊力なくなるかわからないものね。ポン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 ナイフ投げてたら、いつの間にか霊力なくなってる可能性が高い。特に昨夜の場合。大丈夫です。そんなことにはなりません。猛獣と顔が一致してないよ。まあでもほら、相手の体力も半分ですし。まだまだ、まだ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 、もっとだ。ついに体力ゲージがなくなったわ。そんなバカな。それではここで昨夜ステルブレイク。これで1さらに2。でも体力わかんないっていうのは確かに怖いね。もしかしたら次が死ぬ時かもしれないし。まだ終わらせない。この宴会はまだ終わらせない。終わってもらわないと困る。ここで昨夜ステルカード宣言。さて、使う時間はあるのかしらね。しましたカードが霊力がやられたね。一定時間内を使えないし、ステルカードも発動できない。完全に防戦一方ってやつね。少しの時間耐えしのがなければ賑やかに死ね。ふっふ、これはかなりのダメージ入ったわよ。時も止めることができない。私の世界。時が動き始めるまで、3秒前、2秒前、1秒前、時は刻み始めた。おっと、今のナイフかなりのダメージ入ったわよ。41本全部刺さったね。わはははは。あいつの周りにブラックホールみたいなものが。あ、昨夜がまた吸い込まれてる。まだ上の段階があったのね。この大きいのは避けきれない。この攻撃を昨夜もろに受ける。体力が見えないから、どうなってるのかさっぱりね。まだ大丈夫のはず。この考え方はかなり危険。あ、ステルブレイク。昨夜最後の残機に突入。しかもやられた後もなかなか下に下ろしてくれないわ。何よこの弾幕。ここで負けると全て終わるわ。私が勝ってこのまま宴会絶対。また3日ごとに繰り返されちゃうね。宴会にはみんな合ってるのよ。そんなことないって、みんな集まってくれるし。それはあなたが集めてるからでしょ。そうとも言うのかな。そうなの、わかんないや。酔ってるやつと話す意味なんてないわね。私は全然酔ってない。これくらいの酒で酔えるか。しかし、相手の体力もわからないから、あとどれくらいで終わるのかもさっぱりね。まあでも見えてる時に半分切ってたし、もう少しで終わるのは間違いないと思うけど、昨夜がしっかりナイフ当てればね。攻撃する隙があまりなくて、すぐにこの弾幕がやってくるんですよ。とりあえず、大きい弾幕には注意ね。あれに1回当たると連続して当たるし。それで大ダメージだね。これで肩をつける。宴会はそれにてお開きですわ。では、あれれ、おかしいなぁ。飲みすぎちゃったかなぁ。やっぱり酔ってる奴の話を聞くのは無駄だわ。それじゃあ最後のリザルト画面。
1418万5016。ってことでスイムそうだったわ。お姉様のストーリーもやるんじゃないの。時間があったらね、今は何台が出てるのよ。ええやしょうか。ってことでスイムそうは今回で終わりかも。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の弾幕で。